おっと週に勤務したやつ、夢ないどうしたの、なんかわけわかんないってことですよ。ということで、皆さんこんにちは、こんばんは、レオでございます。ここは新潟県の越後湯沢駅です。先ほど E4 系のグリーン車に乗って越後湯沢に着いて、すぐ駅前の足湯に浸かってのんびりまったりした後、越後湯沢駅に戻ってまいりました。今回は自由席の E2 系上越新幹線で高崎まで戻ろうと思います。越後湯沢といえばスキー、ガーラ湯沢なども近くにありますが、本当にスキー場で有名な場所なので、スキー帰りのお客さんでかなり混雑しておりました。自由席は前より1号車から4号車です。乗車になりましたら、入口付近では立ち止まらず、車内中ほどまでお進みください。ご協力をお願いいたします。ということで、越後湯沢を出発です。越後湯沢にいたのは多分2、30分ぐらいですね。本当にすぐ引き返したって感じでございます。まあ、のんびりはしましたけれども、あれをのんびりと言えるのかよくは分かりませんが、また越後湯沢に行く機会があれば、今度はね、まったりと本当にゆっくり、滞在したいなと思いました。E2 系の座席周りのご紹介、まあ、乗ったことあるんで軽くという感じですけども、まさか自由席なんで、まあ、こんな感じでかなり薄いです。 E2 系は結構古めの車両です。未だに現役でこうやって走ってるのが逆にすごいなって思うぐらいです。ドリンクホルダーはついておりません。もちろんコンセントもついておりません。座席もそこまで深くは倒れません。悪いことしか言ってませんけど、いや結構なかなかいい座席ですよ。なんでだってこの座面のスライドがね、いい仕事をしてくれてますから、これのおかげでかなり快適に座ることができます。この列車は上毛高原に止まるタイプです。ですけど高崎から先、本庄早稲田と熊谷は通過するして大宮まで向かうんですね。上毛高原駅は止まるのに、そこら辺の駅は止まらないんだと不思議に思いましたね。上毛高原駅を出発、しばらくはトンネルの区間が続きます。ずっとまっすぐね、掘られてるような感じ。まあどちらにしても夜なんて景色は見えなかったんですけれども、このまままっすぐ群馬県の高崎駅まで向かいます。群馬県は高崎駅に戻ってまいりました。本当に 2,30 分しか越後湯沢にいないで、本当マジでトンボ帰りでね、戻ってきた感じなんですよ。何しに越後湯沢まで行ったんだって感じなんですけれども、まあ上越新幹線 E4 系のねグリーン車に乗るためっていうのが、大きな目的でして、その後特にねやることもなかったので、まあ、こうやって普通に自由席で戻ってきたという感じでした。まあ同じ車両がね、ちょっと嫌なんで E2 系を狙って、帰ってきました。
ということで今回は上越新幹線で越後湯沢から高崎までフラッとね、帰ってきたという動画でした。結構ね、高崎越後湯沢間はね、あの距離もそんなにないので、簡単に行けるような場所です。皆さんもぜひ高崎越後湯沢間の新幹線も利用してみてください。ということでご視聴いただきありがとうございました。